クルシノの戦い、またはクーシンの戦い。クーシノの戦いは、ロシア・ポーランド戦争中の1610年7月4日、ポーランド王官僚軍とロシア・ツァーリ国、スウェーデン連合軍がスモレンスク近郊のクルシノ村付近で衝突した戦闘。ポーランド軍は、数では圧倒的に劣勢であったにもかかわらず、ヘトマンのスタニスワフ・ジューキエフスキの優れた采配や、 西英獣騎兵フサリアの活躍により、ロシア軍に干渉した。1610年、ポーランドの侵攻を受けたロシアは、スウェーデンと同盟を結んで反撃に出た。バシーリー4世の弟ドミトリー・シュイスキー率いる、ロシア軍はいくつかの小部隊に分かれて方位下のスモレンスク救援に向かった。しかしこの動きを、ポーランド軍は早期に掴んでいた。 スタニスワフ・ジューキエフスキー率いる12000人のポーランド軍はグリゴリー・バルイエフ率いる8000人のロシア軍を捕捉し6月24日の夜明けに攻撃する計画を立てたこれに対しバルイエフは打撃を受ける前にザレボザイミシに陣地を築き防備を固めることに成功した彼らの部隊はポーランド軍に包囲されたもののこの時シュイスキー率いるロシア本軍35000が わずか1日の距離を進軍していた。しかし、ロシア軍は自身が数で敵を圧倒していることを知らず、ポーランド軍の規模を過大評価していた。また、バルイエフ軍は、ポーランド軍と遭遇したという情報を、シュイスキーに伝えることができなかった。一方、ジューキエフスキは、配下のフサリアの力を頼みにして、攻勢に出た。7月3日、彼は、 バルイエフ軍包囲を続けるため一部の軍勢を残し、自らは機動力のある、機兵部隊のみを率いて、シュイスキーのロシア本軍との対決に向かった。ジューキーエフスキーの作戦は当たった。バルイエフ軍は、敵の大部分が包囲を離れたことに気づかず、また、シュイスキーもポーランド軍の動きをつかめていなかったため、大規模な衝突が目前に迫っていることも予想していなかった。 スタニスワフ・重機エフスキの下でクルシノの戦いに参加したポーランド軍は6500人から6800人で、うち5500人もしくは8割は、ポーランドのフサリア、いわゆる有力重機兵であった。対する、ドミトリー・シュイスキー、アンドレイ・ガリツィネ、ダニーロ・メゼツキー率いるロシア軍は、約3万人、これに加えて、ヤコブ・デラガーディエ率いる、傭兵約5000人が、 ロシア側についていた。この傭兵隊には、フランドル、フランス、ドイツ、スペイン、イングランド、スコットランドとヨーロッパ各地の戦士が集っていた。なお、陣営に残っていたり地産したりして戦闘に参加しなかったものを含めると、ポーランド軍は、総勢12,300人、ロシア軍は48,000人であった。カノン砲の数を見ると、ポーランド軍の2門に対し、 ロシア軍は11門を有していた。クルシノの戦いの戦況推移戦時のポーランドの動きについては相反する2つの説が提示されている。レシェクポトホロデツキによると、ポーランド軍は決戦が近いことを承知していた。しかし、闇夜の中で両軍の部隊が遭遇する事態が相次いだことを受けて、機エフス隙は直ちに攻撃に移らず、 舞台を再編成する時間を取ることにした。これは同時に、ロシア軍にも、準備の時間を与えることになる決断だった。一方、ミロスラフ・ナギエルスキは、ジューキエフスキは、ロシア軍が寝静まっている時を逃さないために、直ちに攻撃に移ることを選んだとしている。ロシア軍は、右翼に、外国用兵隊が、中央、左翼に、ロシア本軍が陣取っていた。パイク。 マスケット銃、アーキバスなどを装備した最前線の不標は村のフェンスを防作とし、第二陣の騎兵部隊は不標の跡やフェンスが少ない左翼に配置された。大砲は後方の陣営に置かれたままで、クルシュノの戦いでは使われなかった。ポーランド軍は大部分が銃騎兵フサリアで、その他400人ほどのコサック不標が左翼にいた。戦闘の途中から、 200人の不評と2問の大砲が到着して戦闘に参加している。戦場は平坦な農地で元から背の高い工作が横切っていた。ロシア軍はこれを対フサリア防壁として強化し、ポーランド軍が狭い柵の隙間からしか突撃できないようにした。戦闘は夜明け前に始まった。ポーランド軍のフサリアは繰り返し、ロシア軍の戦列に突撃し、 突破しようと試みた。その一人であったサムエル・マスキエビチは、その突撃は8回か10回にも及んだと後に、述べている。フサリアは、騎兵銃なども用いて柵に隠れたロシア不評を、破ろうとしたが、うまくいかなかった。シュイスキーは、フサリアの疲労に乗じて、反撃に出ようと試み、ライター騎兵隊に出撃を命じた。しかしこのロシア騎兵がラコル戦術を用いて、 ピストルを撃ち終わったのを見計らって、フサリアは彼らを追って、白兵戦に持ち込み、大打撃を与えた。騎兵が改造したことで、ロシア軍左翼は、混乱に陥り、ついに、ポーランド軍に突き崩された。左翼は、フサリアに蹂躙されながら、後方の陣営まで配送せざるを得なかった。ついで、ロシア軍中央も崩壊したが、右翼のロシア軍や傭兵部隊は、 数時間にわたって、眼鏡に抵抗を続けた。しかし、ポーランド軍は、後方から、不評や大砲が到着してさらに勢いを増し、最終的に、ロシア傭兵隊を追いやった。ただし、この傭兵隊は、長いパイクで身を守りながら、陣営へと撤退し、壊滅を免れた。傭兵部隊の陣営は、ロシア本軍のものとは別にあった。ポーランド軍は、 ロシア軍の二つの陣営と森に立てこもった傭兵部隊を包囲した。しかし、この陣営は要塞化されている上に無傷の部隊が控えており、疲弊したポーランド軍がこれを攻略するのは難しかった。ここで、ジューキエフスキは敵に交渉を打診した。ロシア本軍に見捨てられていた傭兵部隊は交渉に応じ最終的に降伏した。彼らは今後ロシアに協力して、 ポーランドと戦うことをしないことを条件に解放された。またこの時、数百人の傭兵がポーランド側に寝返った。クルシノの戦い、シュイスキーが敗下の将軍たちの反対を押し切って、今後ポーランドに敵対する行動を取らないという意思を示したため、ポーランド軍はロシア本軍の撤退を認めた。ポトホロデツキによれば、ポーランド側としても戦闘の疲れや、 兵がロシア軍へでの戦利品獲得に熱中しているのも、あって、あえて、ロシア軍の撤退を止めようとはしなかった。一方で、ナギエルスキは、ポーランド軍が撤退するロシア軍を追撃して、さらに数千人の損害を与えたと主張している。ポーランド軍が得た戦利品は、金銀、革製品などの射手品や11門の大砲を、含む武装、ロシア軍の軍機など多岐にわたった。 全体として、戦闘はおよそ5時間にわたり続いた。ロシア軍の戦死者は5000人を数えたが、ポーランド軍は400人ほどであった。戦闘が終わると重機エフスキは、サレボザイミシに戻り、ロシア軍部隊の方囲に復帰した。バルイエフは、援軍がクルシノで敗北したことを知ると、降伏を決断した。戦後間もなく、ロシアのバシーリー4世はナナボヤールに退位させられ、 ジューキエフスキラは大きな抵抗を受けることなくモスクワ入場を果たした。ナナボヤールはポーランドのジグムント3世の息子、ブワディスワフをシンツアーリとすると宣言した。現代の歴史家たちはクルシノの戦いについてポーランド軍の決定的勝利という評価を与えているが同時代の文献が少なく戦闘の結果には不透明な部分が多い。一部の歴史家には ポーランドを、ジグムンと賛成自らが指揮していたスモレンスク、包位戦を重視し、ジューキエフスキの、クルシノでの,の勝利に重きを置かない者もいる。ワルシャワの無名戦士の墓には、クラシンモスコーバ2 7 2 8と1 6 1 0という名分が刻まれている。ありがとうございます。